前と同様、用事は私の方で済ませてくれ。お前はこの辺りで待っていてくれ。この辺りって言われてもな。とりあえず街で時間を潰しているよ。待たせたな、キリト。ほら、屋台を見に行くぞ、キリト。食べたいものがあればすぐに言うように。え、わかった、わかったけど、なんか腑に落ちない。ちなみに今回は全て私のおごりだ。おとなしくおごられろ。いいな、拒否することは許さない。え、わかったけど、一体どうしたんだ。ほら、早く買いに行くぞ。この串焼きはどうだ。ああ、うまそうだな。よし、では買おう。すみません。ほう、肉まんじゅうか。キリトはどうだ。いいな。では買おう。すみません。なんか随分と買い込んだな。いつもお前が食べる量から考えて妥当だと思うが、違うのか。まあだいたいこれぐらいはいつも食べてるけど。では敷物を広げてっと。それじゃいただきます。あ、うん、うまいな。この鶏のもも肉の串焼きはどうだ。うん、これ食べ終わったら食べるよ。それから芋の甘辛揚げもおすすめだ。ああ、あの洋風芋けんぴみたいなやつだよな。店で見た時びっくりしたな。ほら、唐揚げもあるぞ。いやそんな一気に勧められても食べられないって。美味しいものがたくさんあるのは嬉しいけどさ。やはり由々しき事態だ。いや、何がだよ。お前は最近少し痩せた。それから食べる量も減っている。え、そうか。セントラルカセドラルに登ると決まってからずっとだ。だからその心配してくれたのか。別に、いつも通りではないのが妙だと思っただけだ。それからお前は繊細さを欠いているとはいえ、次の戦いに関しては重圧を感じているのだと思った。何でもお見通しってわけか。けどそんな小さな変化に気づくなんてどうしてだ。お前を見ていればそんなものすぐにわかる。いや、とはいえずっとお前を見ているというわけではないからな。誤解するなよ。ただお前は放っておくとすぐに一人きりで戦おうとするし、何かを抱え込むから。そうか、そんなつもりはないんだけどな。だから私はこの旅で三つの真なる目的を果たしたいと思ったんだ。なんだよ、三つの真なる目的って。だがそれを正直に言えば、お前は絶対にそんなことしなくていいと言って旅についてこない。だから私はわざわざ冒険者たちへの挨拶回りという理由までつけたのだ。いや、でもその真なる目的が全くわからないんだけど。そのようだな。一応これで全ての真なる目的が達成されたのだが、全くわかっていないようだ。とりあえず思い起こしてみていいか。そういえばメディナは目的は達成したと何度かつぶやいていたな。そうだ、最初はあの時だ、一緒に虹を見た時。
罪は許されたとは言い切れない。だがお前たちを信じ共に戦っていく決意は定まった。この先何が待ち受けようとこの思いが揺らぐことはありえない。ああ、俺もお前を信じているぜ、メディナ。うむ、ここでの目的は果たされた。確かに目的って言ってた。まずはお前に感謝を伝えようと思った。それが第一の目的だ。そうだったのか。けどまだ二つあるんだろ。うむ。次は東帝国だ。東帝国でメディナが目的のことを言ったのは、あのクリームパンか。お前が以前食べたいと言っていたからな。覚えててくれたのか。だから高いところが怖いのに我慢してくれたのか。他にどんな理由があると言うんだ。とはいえもう二度とごめんだぞ。あれは好きな食べ物を食べたりすることで少しでもお前の息抜きになるかと思ったからだ。息抜き？お前は戦いに向けて随分と緊張しているようだったから。そうだったのか。ありがとうメディナ。東帝国でのクリームパンが2番目ってことは今いる北帝国でしたことが最後だよな。そうだ、北帝国ではルーリットの村でセルカに会うように言われたり、あれはもしかして大事な戦いの前に俺を知り合いに会わせるためだったのか。うむ、それが第三の目的だが正確に言うと少し違う。お前が関わった人たち、それからお前を身内のように心配する人たちに会ってほしかったんだ。俺を心配する人たちか。まったく、全ての目的を達成するまで私の真意に微塵も気づかないとは。やはりお前はひどく鈍感だな。いや普通にわからないって。けどどうして俺のためにそこまでしてくれたんだよ。まるでお前がこの戦いを一人で全て背負い自分だけの力で乗り切ろうとしているかのように見えたからだ。だからこそお前にもし何かあれば心配する人がどれだけ多くいるかと実感してもらいたかった。俺は一人で全て背負おうとなんてしてないよ。たくさん仲間がいるし、みんなに助けてもらってばかりだ。そうだな。なのにお前はどうしてかいつもたった一人で戦っているんだ。もっと周りを見てみろ。お前のことを助けたい奴が山ほどいるだろう。それはアリス様やアスナ、ユージオや私だけではない。いろんな場所でお前に関わった人たちやお前を気遣う人たちが多くいるんだ。お前はそのことをもっと自覚するべきだ。確かに俺は最後まで自分一人きりで戦いたいと思っているのかもしれないな。俺はこの世界のみんなに無事でいてほしいんだ。アリス、ユージオ、メディナ、ロニエミ、ティーゼ、本音を言えばセントラルカセドラルにだって誰にもついてきてほしくない。俺一人でどうにかできるものならそうしたいんだ。もう誰にも死んでほしくないから。お前はいつか大切な人を亡くしたと言っていたな。なあ、その時に思ったんだ、俺は一人で戦うべきだって。仲間がたくさんいる今もその気持ちは完全には変わっていないよ。お前はきっとそう考えているんだと思っていたよ。だがその考えはもうやめることだ。メディナ、恐れることなど何もない。なぜならお前は絶対に何かを失ったりなんてしないからだ。そんな確証どこにあるんだ。
先のことを心配したところでどうにもならない。どんなに考えても未来がどうなるかはわからないだろう。それに何より行動次第で運命が変えられると教えてくれたのはお前だぞ。今さら弱気になんてなるな。心配しなくとも私はお前に数えきれないほどの借りがある。その借りを全て返してからでないととてもじゃないが死ねないさ、メディナ。だから私には頼り切って大丈夫だ。安心しろ。お前が確証を持てないなら私がその確証となってやる、キリト。だから私と最後まで一緒に戦ってくれ。ありがとうメディナ。俺は君を信じて一緒に戦うよ。分かればいい。ほら食事を再開するぞ。きちんと食べて力をつけることだ。よし、じゃあその唐揚げからもらおうかな。なんかこんな風に落ち着いて食事できたのは久しぶりな気がする。それは良かった。やっぱりメディナの言う通りずっと気が立っていたのかもな。自分じゃ気づかなかったよ。ならばいい。それではそろそろ帰ろうか。私の旅に付き合ってくれてありがとうキリト。いや、メディナの旅っていうより俺の旅だったじゃないか。こちらこそいろいろありがとな。あと全然メディナの真意に気づけなくてごめん。そんなことは構わない。お前は鈍いと知っているからな。全て終わったらまた旅をしよう。今度はユージオやアリス様も一緒にな。いいな。対策本部の打ち上げにすごい大所帯で行く旅行を企画してみるか。うむ、その日を楽しみに最後まで共に戦い抜こうキリト。キリト。ああ、大丈夫だよ。すごいな。ねえ。ああ、ありがとう。どうしたの？ああ。うん。俺は。わかったよ。キリト。ああ。頼む。大丈夫だよ。うん。